写真拡大。巨人7の5中日、26日、東京ドーム。ルーキーの投球とは思えない、あっという間の締めくくりだった。巨人ドラフト1位、大勢投手、関西国際大が新人投手では、プロ野球史上初の、開幕から2戦連続セーブの快挙を達成した。9回をわずか10球で締め、風格すら漂う投球術に脱帽だ。目まぐるしい試合展開も関係ない。いつも通りマウンドに上がりましたと表情を崩さなかった。打線が8回に3点差をひっくり返し、2点をリードした状況での登板。先頭の平田、続く大島を共にわずか3球で空振り三振。岡林を中飛に仕留め、3人をピシャリと抑えた。2度目のマウンドは肩の力が抜けていた。前夜は無失点に抑えたものの、力みがあり追い詰められていた。原監督から 90% の力でこれから抑えられるようにと課題を命じられた右腕は、自己最速から5キロ遅い153キロの直球で打者と指揮官も、少々成長しているなという感じがしましたと目を細める。負けん気は人一倍だ。西脇拓海時代に指導した同校の北谷監督は、マイペースでも責任感は強かったと振り返る。高校時代にプロ志望届を提出するも指名漏れに落胆していたと監督は推察するが、這い上がるために高3の秋にオーバースローから現在のサイドスロー気味のフォームに改造。高校時代は自己最速で146キロだった球速が、その後の大学4年間で10キロ以上アップした。それが今につながっている。チームは開幕2連勝となり、10年連続開幕カード勝ち越しが決定。剛腕が勢いに乗り、さらにセーブを積み重ねて。